ベルバッハは、ドイツ・ビュルテンベルク・シューマイン・タウバー群に属す、マチソン。タウバー・フランケン地方の一角をなす。この町は、聖母・ジュンレレで知られる。ベルバッハは、タウバー・ビショフスハイム、ベルトハイム、ビュルツブルグの間のタウバー渓谷に位置する。かつての自治体のブルンタール、ガムブルク、ニクラスハウゼン、ベンカハイム、ベルバッハハウゼンが、ベルバッハに属す。 ベルバッハの文献上最初の記録は1248年になされた。1563年にはペストのために約500人が亡くなった。ベンクハイムはユダヤ人組織、特に古いシナゴーグで知られ、現在もユダヤ人墓地が残る。1974年1月1日にそれまで独立した自治体であったベルクハイム、ベルバッハハウゼン、ブルンタールが合併して、 新しい自治体のベルバフ派が発足した。1975年1月1日にガムブルクとニクラスハウゼンがこれに加わった。ベルバフ派の町議会は21議席からなる。紋章は赤字にマインツの輪。下部は白字に青いしべを持つ白い花が二輪描かれている。ベルバフ派はタウバー・フランケン地方のワイン長である。ニクラスハウゼン及びガムベルクは タウバータール鉄道によって広域鉄道網と結ばれている。17世紀、またはそれ以前からのユダヤ人墓地がベンクハイム地区東部のグローサーバルトと呼ばれる工作地に存在する。この墓地は1938年まで使われていた。ガムブルク城、ありがとうございます。